力丸は大田への帰還を果たした。休息を進める松之進だったが、力丸は申し出を断り、冥王との対決の地闇の城を調べに行くという。闇の城は冥王が封印されたのと時を同じくして崩壊。今は地下の水脈を通じた洞窟を残すのみとなっている。再会の喜びを語り合う間もなく、力丸は合田を出立する。洞窟の入り口へとたどり着く力丸だったが、そこはすでに謎の忍び集団の巣窟と化していた。力丸が目的とする地はさらに奥へと進んだ鍾乳洞。そこには冥王が封印の際手放した七支刀が眠っているはずだった。何でも海に抜ける道があるらしいぞ。しかもお宝が眠ってるとか。だがあそこは危険すぎる。ああ、落ちたら一巻の終わりだからな。
兵一同だ。
退。Thank you.
何人の手にも渡してはならぬ。これは冥府の門よ。貴様は鬼影、生きておったのか。蘇ったのよ。貴様には借りがあるのでな。蘇った、天雷という術使いが俺を蘇らせた。手始めにその七支刀を手に入れろというわけだ。何のために。七支刀は冥府への鍵。七支刀を手に入れ、冥府への道を開けば、冥王様が再び現世によみがえる。貴様が七支刀に近づくのを待っていたのだ。無駄だ。七支刀はいただく。晴れて冥王様を迎え入れるのだ。東流には己と同じ姿を持つ影がいるという噂、本当だったようだ。力丸、どこに隠れておる。出てくるがいい。まあよい。七支刀よ、もっと強く冥王様を呼ぶのだ。冥王様、この鬼影の前にその大しき姿をお見せください。何？あれは、まさか。力丸、剣山。
冥府に身を隠すとは、敵ながらあっぱれよ。いずれ貴様には礼をせねばな。